はい、どうもこんにちは、トシです。今日はですね、カラーバターのマーメイドカラーっていうのをやっていこうかな。エンシエールズさんで出てますね。はい、させていただこうと思います。で、早速なんですけど、ちょっと色の方ですね、先に塗ってっちゃいます。このまま時間を置いたりとかするんで、ちょっと塗っちゃいますね。塗り方とかもちょっと後で説明させていただきます。はい、メッシュ状にこう塗っていくっていう感じですよね。はい、これ結構メッシュ状にこう塗っていく。で、一応薬は薄めてます。原色で使うんではなく、クリーム、クリア剤と5対1でちょっと薄めてますね。で、ブリーチ、この毛なんですけど、ブリーチが3回の毛ですね。3回ほどブリーチさせていただきました。で、今度はまたはちょっと違った色をかぶせる。こんな感じです。見えるかな。5色ですね。5色カラーバターさん、エンシェールズさんのカラーバターの方ですね。5色使い分けさせていただきます。で、どれもクリア剤で5対1で薄めた状況ですね。で、よく塗り方としては揉み込んであげた方がいいです。ここまでは結構簡単にサクサクをバーッと塗っていきましょう。3回ブリーチしてれば結構色も入ってきますんで。ランダムに色は塗ってますので、表面の方は自分でこう下色、なんか一番目立ってくる色なんで、下色をのせてあげるといいんじゃないかなと思います。はい、はい、これで塗り終わりました。で、ここから結構重要になってくるのが、今5色塗り、メッシュ状に塗らせていただいたんですけど、ここからはよく溶かしてあげることですよね。ここからよくこう何度もこう節を溶かしてあげる。何度も節をこう溶かしてあげる。こんな感じ。ここも溶
かすだけ。何度も後ろを溶かす。こんな感じですかね。何十回か溶かしてあげた方がいいですね、こんな感じに。はい。はい、このぐらいでいいかな。よく溶かしてあげると綺麗な色がグラデーション状に入りますので、何度も溶かしてあげるといいと思います。はい、このぐらいで OK です。きれいにこれで入ると思います。で、見えなかったかな、今こう何度も溶かしてる。大丈夫。はい、これでちょっと時間を貸していただきたいなと思います。で、このまま画像の方の解説ですね、させていただきたいと思います。だいたい20分ぐらいは置きたいなと思ってるんですけど、まあそんな20分も動画見てらんないよっていうことで、ちょっとまあ早めには流します。で、商品の方の説明ですね。はい、失礼します。こちらです。エンシエルズさんのカラーバターですね。で、こちらの色が、アイスミントグリーンです。で、アイスミントグリーンとこちらクリアクリームですね。エンシェルズさんのクリアクリームの方です。これを5対1で混ぜてます。で、今度こちら、ネオンイエローですね。ネオンイエロー、こちらも5対1でこう混ぜてますね。で、こっち、フラッシュピンクです。フラッシュピンク、これ結構いい色出ますね。これも5対1で混ぜてます。で、こちらサファイアブルーですね。サファイアブルー、こちらも混ぜてます。やっぱり5対1です。で、あとはショッキングパープルです。こちらも5対1で混ぜて、あのお薬を作らせていただきました。まあ、こんな感じですね。こんな感じに5色プラス、クリアクリームで5対1っていう割合で混ぜてます。で、塗るポイントとしたら、まあ、メッシュ状に、美容師さんだったら分かると思うんですけど、メッシュで抜いてあげて、またスライス落として、またメッシュで入れてあげてっていうのを、まあ、5回ぐらい繰り返して、よくコーミングすることですね。何度も何度も溶かしてあげると、縦に細いラインになるんで、すごい綺麗に入ってくると思います。すごいこう、3回やっぱりブリーチですね。このベースに関してもやっぱり3回ぐらいブリーチですね、していかないと微妙なんじゃないかなと思います。で、過去にですね、こちら、はい、サファイアブルーの方ですね。サファイアブルー、これ染めたんですけど、結構やっぱこうマットな感じに仕上がってますよね。で、やっぱり僕ベースが根元の方が暗いんで、根元の方はちょっと沈んで見えるんですよ。この自然なやっぱグラデーションがやっぱりベース作りで非常に重要なんじゃないかなと。こちらですね、こちらのピンク、フラッシュピンク、フラッシュピンクなんかは結構綺麗にこう見てもらうと入ってるんじゃないかなと。こんな感じです。で、こっちサファイアブルーなんですけど、やっぱ結構マットに寄ったなと、ブルーじゃないなって感じが。
でもまあ色自体も綺麗に入ってるんですけど、まあ、ブリーチ1回にしては非常に優秀なんじゃないでしょうか。こんな感じです色。ちょっとこうやって動画でこのサファイアブルーに関してはあの見せれてないと思うんで、ちょっと合間を見ていただけると嬉しいなと。こんな感じです。ブリーチ1回でサファイアブルー、そうするとグリーンになります。まあ予想通りの綺麗なグリーンですので、あの結構グリーンだなと思って提案する分には非常に有効なんじゃないかなと。こっちあのフラッシュピンクに関してはもう非常に綺麗に色、やっぱピンク系は色入りいいですね。ブルー系はやっぱグリーンによるなと思います。はい、こちらはまだちょっと時間放置中です。あの面白い感じになるんじゃないかなと思ってます。はい、非常に綺麗だと思いますよ。でこの動画は一応シャンプーさせていただいて、あの濡れてる状態ではこうやって見ていただくんですけど、その次の動画で結果発表っていう形になるんで、ちょっと今日最後までドライした状態までは見せられないんですけど、今日中にまた動画アップロードしようかなとも思うんで、近々アップされると思います。はい、こんな感じで何種類も使うと、はい、何種類も使っていくと、エンシェルズさんのカラーバター非常に面白くて、そう、あとですね、美容室だとこういうって結構ドン・キホーテとかで売ってたりとかネットで簡単に買えるんで、お客様もいくらでも結構手に入るんですけど、美容師さんもディーラーさんから卸してもらえるようになってます。エクステで有名なアレスさんですね。アレスさんで取り扱いこれ使ってるんで、アレスさんからの美容師さんなんかだったら業者さんなんで業者向けで販売してもらえるんで、ちょっと安く買えるんじゃないかなと思います。ちょっとびっくりしました。営業マンが回ってディーラーさん回ってきて、エンシェルズさんのお話聞いたんですけど、そしたらやっぱり最近取り扱ったんですよねなんて言ってるぐらいだから、やっぱちょっと遅いのかなとも思ったんですけど、まあ、美容業界でもちゃんと取り扱い正当なメーカーとして、業界としても扱ってますので、安心してお客様もこれ安心してカラーの方ですね染めていただけるといいんじゃないかなと思います。ちょっとカラー型のマーメイドカラーなんで、ちょっと面白いデザインになるんじゃないかなと思ってます。はい、非常に結構綺麗に5対1ぐらいで結構成功なんじゃないかなと思います。はい、そうですね、まだちょっと時間がかかりますね。これはやっぱり他の動画こちらの2点ですね、こちらの2点に関しては原色使ってるんで、こちらの2点に関しては原色クリア剤全く入れてない状態です。ですのでやっぱり色の入りも早いっていうか、ガンって入るんで、ちょっと短時間で仕上げさせていただいたんですけど、こっちはちょっとクリア剤も混ざってるんで、ちょっと正確に色を入れたいなとは思います。これサファイアブルーです。でもちょっとマット、ちょっと非常にまあ残念だけど、まあ予想通りっていうか、まあ綺麗には色入ってますよね。なんかグリーンで綺麗、こんな感じ。はい、ですのでこちらの時の動画なんかはもう本当に10分ぐらいでこんな感じです。10分ぐらいでシャンプーしちゃってるんですけど、こんな感じ、こっちもまあこんな感じです。はい、非常に綺麗、こんな感じです。動くとサファイアブルー、フラッシュピンクみたいで、今度はマーメイドっていう感じで、しかも3回ブリーチしてますから、面白いと思います。はい、まあ、ちょっと時間がまだ放置させていただくんで、ちょっと一回ここで締めさせていただこうかなと思いますので、次の動画の方でも期待して見ていただけると嬉しいなと思います。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録の方ですね、ぜひよろしくお願いします。いろんな美容のこういう動画どんどん上げてきますんで、カラーバターとかやったことないよっていう美容師さんなんかはこうやって実験で見ていただけると非常に色のバランスとか、あとは美容師さん分かると思うんです、今回5対1で混ぜたりとかっていう情報を提供してますので、で3回ブリッジしてるとかっていう情報も分かってますので、まあ大体じゃあ
10対1で混ぜようかな、5対1でいこうかな、現職はこんぐらいだなっていうのがちゃんと読めると思いますので、しっかり勉強していただけると嬉しいと思います。またご視聴いただき、またご視聴いただける、またお会いできるのを楽しみにしてますので、よろしくお願いします、はい。